さん、お元気ですか？ゴールデンウィークも終わりましたが、我が家はこれからがゴールデンウィークです。連休にどこかへ行くと人が多いので平日に遊ぶのです。幸い我が家は家族全員が自営業みたいなものだから、休もうと思えばいつでも休めます。その代わり連休は働いています。いわば代休のようなものです。高子さんもレコーディングが終わると南の方へ行くそうですが、のんびりしてきてくださいね。そしてもうすぐ始まるコンサートツアーに向けて頑張ってください。愛媛県越郡のペンネームみっちゃん、ゴールデンウィーク中のお仕事お疲れ様でした。これからゆっくりお休みをとって骨休めをしてくださいね。私もコンサートツアー頑張りたいと思います。岡村孝子サンデーピクニック。この番組は清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王と心の花王を付き合い共同石油がお送りします。こんにちは、お元気ですか？岡村孝子です。サンデーピクニック5月24日のオープニングは私のニューアルバムミストラルから聞いてください。ハートブレイク。
週間のハワイ旅行から帰ってきました。今回はのんびりとビーチで寝転んだり、それから毎日ゴルフをしたりテニスをしたり、とっても充実したお休みだったんですけど、去年の末から私はずっとアルバムのレコーディングでスタジオにこもる生活を続けていて、もう全然動かないんで体力がすっかり落ちてしまったり、それから日に当たらないモグラのような生活を続けていたんで一気に爆発しまして、子供に戻ったように一生懸命、本当に一生懸命遊んできました。もうね、花の色とか空の色とか景色がとっても綺麗で、心が洗われるような思いをしたんですけど、今回ビーチでのんびりと寝転んでる時に青い空をじーっと眺めてたら、これからもまあいろいろ心砕けることもたくさんあるけど、まあいっかみたいな気持ちになれて、すごく肩の力が抜けたというか、頭の中が空っぽになれたんですよね。もう本当に今すごく楽な気持ちなんですけど、またね、ただ一つ問題があって、去年犯してしまった失敗をもう一度繰り返してしまったんですよね。すごい毎日ゴルフとかをしてたんで日焼けをしちゃったんですけどね、手首から上がすごいなんか焦げたような感じで日焼けしてしまって、かりんとうみたいな色になっちゃったんですよね。で、今から夏のコンサートツアーに出なきゃいけないんで、どういう衣装を着ろうかってすごく悩んでるんですけどね、またこの健康になった体をお見せしますので、皆さんコンサート楽しみに待っていてください。それでは一曲聴いてください。平田市の木村留美子さん、宇部市の秋野真由美さん、盛岡市の川村秀美さんのリクエストで、カーリー・サイモン、ラブ・オブ・マイ・ライフ。岡村隆子、サンデーピクニック。今週もたくさんおはがきをいただきました。どうもありがとうございます。まず最初のおはがきは、これは鹿児島県鹿児島市の、名前いいんでしょうか、福留英作さん。僕の通う学校は男子校で、県下で一つだけの坊主の学校です。しかしその学校が6月ぐらいから長髪になるのです。とても嬉しいです。16年間ずっと坊主で、いざ長髪というと期待もありますが、僕には似合わないのではと不安もあります。でも長髪にしたら世間を見る目が変わり、新しい自分を発見できるのではと楽しみにしてます。あと2週間くらいで坊主ともお別れ。オーバーな言い方かもしれないけど、坊主の時の思い出を胸に長髪の新たな道に突き進みたいです。よかったですね。女の子なんか逆に長かった髪の毛をバッサリ短くした時、本当に自分の周りの世界が変わったような気がする時があるんでね、新しい自分に出会えるかもしれませんけどね。だいたい校則とか規則で同じ髪型にしなきゃいけないっていうのがね、おかしいのかなという気がするんですけどね。よかったですね。続いては、これは広島市のペンネームリンゴ大好きさん。私はこの春ピカピカの高校生になりました。でも悲しいことに、そこの高校は第一希望の高校ではないのです。合格発表の掲示板を見たときは辛くて悔しくて、あら、社会復帰してないわ。辛くて悔しくてたまりませんでした。5日間ぐらいはご飯も食べる気がしなく、部屋の隅にどんより雲を漂わせていました。どんより解雇かな。でも今は元気です。だって第一希望の高校行ったからってその人の人生がうまくいくとは言えないし、第一希望の高校行けなかったからってその人の人生はダメになるとは言えないのだから、だからもっと前向きに生きなきゃいけないって毎日自分に言い聞かせてました。それに、二度と来ない高校時代を暗く悲しい思い出ばかりで過ごすのは嫌だから、ニコニコ笑っていい思い出をいっぱい作っていきたいです。では高子さん、お元気でお仕事頑張ってください。どうもありがとうございます。本当にね、楽しいというか面白い高校生活をね送って、いい思い出をたくさん作ってほしいなと思うんですけどね。同じ時間を過ごすんだったら、どうせならくよくよして後悔して過ごすより、面白いことをいっぱい見つけた方がねお得だと思います。続いてのお便りは、神奈川県海老名市の匿名希望さん。はじめまして、私は高3の女の子です。つい最近大変悲しいことがありました。
中学の時の同級生の男の子が自殺してしまったんです。別に親しかったわけではありませんが、小中を共に過ごしてきた仲間です。小学生の頃は同じクラスになったりして話をよくした時期もありましたけど、その男の子は中学になって不良グループと付き合うようになり、卒業してからは族に入ってたようです。その男の子は中学の時、私立中を受験して落ちてしまったのです。親の期待が大きすぎるせいか、その後逃げるように突っ張ってしまったんです。遺書にも私立中学なんて受けたくなかった、みんなと同じ中学に行きたかったと書いてあったようです。他、親を裏切れない辛さなども書いてあったようです。私は何とも言えない気持ちになってしまいました。どんなに突っ張ってても、心はとてもナイーブな心の持ち主のように思います。でも死んでほしくなかった。心を開いてそんなことも親に言える強い人になってほしかった。けど、もうその男の子はいない。彼の死を無駄にせず、親には十分反省してほしいと思います。ギリギリまで本当に追い詰められちゃうと、どっかのところで逃げ道を作ってあげないといけないと思うんですよね。だから本当にギリギリまで追い詰めないで、どっかに逃げ道を親も作ってあげるとよかったのかなと思いました。続いてのおはがきは、これは千葉県東葛飾郡の石山幸子さん。5月10日の放送を楽しみにしていました。だって私の旦那様の誕生日、日本の郵便事情だったら絶対間に合うくらいにはがきを出しました。当日サンデーピクニックを聞きながらケーキを作っていました。お砂糖を測って卵を泡立てて、さあオーブンに入れなくっちゃというところに、今週のお誕生日の方を。ウキウキ5月10日ワクワク。しかし石山久志の名前は読まれなかった。サービス業従事の彼はいつもサンデーピクニックの時はお仕事、今日は失敗しないようにと思ってしっかり録音したのに、まだそのことは言ってないんですけど、きっと読まれたと確信していると思います。お休みの日に聞くのを楽しみにしてるのかな。私のハガキどこへ行っちゃったんだろう。高子さんのせいじゃないんですけど、でも寂しい。ということでね、本当に毎週こういうお便りが多くて申し訳ないんですけどね、見落としたわけじゃないと思うんですけど、本当に遅くなってごめんなさい。石山久志さん、お誕生日おめでとうございます。でもね、時々事情によってはお誕生日の2週間か3週間ぐらい前にそういうおハガキを書いてくれると嬉しいかなという気持ちです。サンデーピクニック。サンデーピクニック音楽館、最初のリクエストは五月病になりかけていますとちょっと元気のない稲沢市の竹市敦彦さんのリクエストで、ジョン・レノン、ビューティフルボーイ。続いては沼津市のペンネームモンタヨシノリと愉快な仲間たちさんのリクエストで、ウィルソン・フィリップス、ホールドオン。サンデーピクニック音楽館、最後は今頃の季節にドライブしながら聴きたくなる曲ですという船橋市のウォーム&テンダーさんのリクエストで、フロリア・エステファン、リブ・フォー・ラビング・ユー。サンデー、サンデー、サンデー、ピクニック。サンデーピクニックときめきコミュニケーション、今月のテーマはちょっと得した話です。まず最初のハガキは、長野県松本市のペンネーム M さん。私のちょっと得した話聞いてもらえますか。以前サンデーピクニックの放送で最後のバースデーコールのコーナーで私の名前読んでもらえたのですが、それがきっかけで半年くらい前まで文通していた人がその放送を聞いていてくれたみたいで、その日の夜電話をしてきてくれたのです。電話で話すのは久しぶりだったからいろいろ話をしてしまいました。で、さらに嬉しいことがあって、今度のコンサートツアー一箇所だけだけど行けることになったんです。その人とは会場内で会えたら会おうねってことになりました。私は高子さんのコンサートへ行くのは今回が初めて、今からとても楽しみです。得した話になったかどうか分かりませんが、ということでね、こういう話を聞くと本当にね、私もすごく嬉しくなってくるんですけどね。コンサート会場で会えるのが楽しみですね。コンサートで2つも楽しみがあっていいですね。続いては福井県武雄市のペンネームマラソン大好きっ子さん。
マラソン大好きっ子さんね、すごく簡単な感じまで振り仮名が振ってあって嬉しいというかちょっと悲しくなりましたけど、はじめまして、高子さん、初めてお便り出します。つい最近のこと、軽い衝突事故を起こしてしまい、車を修理に出していたところ、ようやく治り僕の手元に戻ってきました。その車は中古で買ったのですが、ちょっと傷があったりして少々気になっていました。しかし不幸中の幸いというか、事故のおかげで新品のバンパーや板金塗装で傷も消え、新車みたいにピカピカになって前戻ってきてくれました。事故を起こしたのに不謹慎な考えかとも思いましたが、ちょっとこの時得した気分に浸ってしまいました。今日その車を洗ってやり、ワックスをかけてやったところです。これからはその車を高子さんの CD みたいに可愛がってやろうと思っています。これ本当に得をしましたね。でも車に傷どころか自分に傷がついちゃうといけないんで、これからは安全運転してくださいね。続いては大阪市旭区のペンネームがめつき大阪人さん。高校1年の春ごろ、私は英語検定試験、略して英検を受けた時のことです。筆記試験がやっと終わって提出するとき、しまったと大声で騒ぎました。何がしまったかというと、問題の回答欄の後ろの方の答えが一つずつずれているのに気がついたからでした。もうダメとその日は一日中気落ちしていましたが、合否通知が来たとき通知を開けて思わずにんまり、なんと合格。高校の先生のところへ行ってみると、よかったなと言われ、自分の回答を見てびっくり。間違えたと思った後ろの方の回答が全て正解、回答率 91% で、先生に褒めてもらったのはいいけど、自分としてはひょっとして回答欄がずれていなければ今頃不合格と思い、同時に自分のおっちょこちょいが合格をもたらしたのではないかと思っています。回答欄がずれていてちょっと得した話でした。得したんですけどね、冷静に考えるとなんか複雑な気持ちですけど、まあ合格したんだからいいですよね。では一曲聴いてください。秋田県山本郡の加藤博之さんのリクエストで、サザンオールスターズ、愛しのエリー。続いてのおはがきは豊中市の、名前いいんでしょうかね、和田裕次郎さん。僕のちょっと得した話をします。ちょうど10年前の夏、あるラジオのリクエスト番組が企画した富士登山のイベントに応募したところ、競争率135倍という難関にもかかわらず見事当選。40円のハガキ1枚で富士山頂まで行くことができました。途中何度も苦しくなり諦めようと思いましたが、頑張って登って頂上に立った時は最高の気分でした。雲が下に見え、真夏だというのに気温は12度くらいしかなく、1杯300円の味噌汁がすごく美味しかったです。高子さんは富士山に登ったことがありますか？また印象に残る思い出はありますか？競争率135倍をクリアしてしまうっていうのはね、裕次郎さんすごい強運ですね。私は中学校時代の修学旅行で富士山の5合目まで登ったんですけど、思い出になるかどうかわからないんですけど、その時軽石みたいな石があって、それをお土産に拾って持って帰ってきちゃったんですよね。で、最近読んだある本に、火山とかそういうところから石を持って帰ってくると良くないっていう本を読んでちょっと青ざめてるんですけど、続いてのハガキは福岡市のペンネーム海辺の風車さん。これから常連さんになりますということで、私のちょっと得した話を聞いてください。ゴールデンウィークのある日、補習を受けに学校へ行きました。帰りはいつものように S ちゃんとバスに乗りました。席に座り、カバンを開けて気づきました。財布がないと。でも私慌てなかったんです。S ちゃんに借りればいいと思ったからです。なのに定期を持っている S ちゃんは、その日に限って財布の中になんと8円しか持っていなかったんです。私真っ青になりました。運転手さんに白状しようかなとも思いました。でも恥ずかしくって、そうしているうちに私の降りるところも過ぎてしまい、思い切って前のおばさんに、すいません、160円貸していただけますかって言ったんです。最初は驚いていましたが、すぐに財布の中を探し160円をくださったんです。何度もお礼を言ってバスを降り、バスの中を見ると笑顔で手を振ってくれました。ということでね、前のおばさんがいい人で貸してくれてよかったですね。
バスとかね、乗り物でお金がないことに気づくと途中で降りれないから困っちゃいますけどね。最後のハガキは沖縄県那覇市のごめんなさい漢字が読めないんだけど、なんていうのかな、あのね、火曜さんって言うんでしょうか、難しい字ですね。今月のテーマ、ちょっと得した話、私にもありました。つい最近、うちの母が沖縄のテレビ番組で1名様だけのファッションリングのプレゼントがあり、みなえの名前使って応募していいと言ったので、どうせ一人にしか当たらないので運いいよと返事をし、来週のテレビを見ると なんと当たったのです。デカデカと自分の名前が出たのは少し恥ずかしいと思ったけど、41円のハガキ代だけで何万円かのする指輪が当たるのはちょっとでなくとても得した気分です。母と二人で交代で使うつもりです。よかったですね。本当にちょっとじゃなくてすごく得をしたんじゃないかなと思うんですけどね。名前を貸したんだから当然使う権利はありますよね。ときめきコミュニケーション、今月のテーマはちょっと得した話です。今日このコーナーでおはがきを紹介した方には、私の本昨日よりも今日よりもをプレゼントします。お楽しみに。では秩父市の関田瑠美さん、門真市の高田明美さん、茨城市のムーンライトマジックさんのリクエストで、私の歌ミストラル。
岡村孝子サンデーピクニックいかがでしたか。お休みで体力をつけて帰ってきたおかげで今私は気力体力ともにとっても充実しています。何でもヘラヘラ頑張っちゃえるかななんて気持ちなんですけど、できれば難解なお話はこの期間中に持ってきていただけると嬉しいなと思う今日この頃です。この番組では皆さんからのお便り、リクエスト曲、そして今月のテーマ、ちょっと得した話についてのお便りも募集しています。宛先は今お聞きの放送局の岡村孝子サンデーピクニックの係まで。楽しいハガキを待っています。それでは今週のお誕生日の方を紹介します。5月24日小高絹代さん、小池洋一さん、25日石山幸子さん、井口大輔さん、26日加野義雄さん、27日尾形優香さん、森沙織さん、松田和孝さん、望月宗太郎さん、中田さと子さん、長男恵美子さん、小南雅人さん、28日吉見清隆さん、関健一さん、29日関田留美さん、小村谷孝子さん、30日石井隆明さん、それから残念ながら今週お便りが間に合わなかったお誕生日の方、お誕生日おめでとうございます。岡村孝子サンデーピクニック。この番組は清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王と心の通う付き合い共同石油がお送りしました。